院をはじめ5店舗を展開する創作中華の巨匠五十嵐美幸さんに、できるキラキラ女子を目指す第一 TV アナウンサーの沢井志穂が弟子入り。ゆき志穂のキラキラクッキング。美幸先生が料理を作るときに大事にしていることって何ですか？はい、そうですね、なんかやっぱり食材を使い切る、うん、だから意外に結構その使い切るために万能ダレを作ったりすることも多いです。万能ダレ、うん、めちゃめちゃおすすめです。すっごい美味しいです。期待しちゃう。ということで今回のテーマはレパートリー無限大の万能ダレ。この万能ダレ一つで今回は3品も作っちゃいます。これさえ覚えておけば忙しい毎日でももう一品が簡単にできちゃいます。材料は玉ねぎと鰹節、そして醤油やお酢などお家にある定番調味料だけで万能ダレが作れちゃうんです。今日は玉ねぎをみじん切りしていきましょう。玉ねぎのみじん切りは得意ですよ。得意得意、あ、来た、よし、はい、来た、得意来ました。頑張ります、はい、頑張って半分に切ります。はい、玉ねぎ1個まるまる使うんですね。1個まるまる使っちゃいますよ。みじん切り、玉ねぎみじん切りよくやる。キラキラクッキングで覚えました、うん、こう最初にこうやって切り込みを入れるんですよね、うん、で横に切り込みをすごいかな。やっぱり無駄に包丁に力入れるんだよねこちらが志穂流みじん切りでございます、うん、悪くはないね。お、美しい美幸流プロのみじん切り教わっちゃいます。でもね、やり方的には一緒です。あ、本当ですか、うん、で今回これあんまり細かすぎない方が美味しいと、いいので少し粗めの方がいいかな。わかります私とかはもう本当にこれがめんどくさいからこっち側も入れちゃいます。両側から、うん、両側から入れると先に切り込みが入るでしょ。確かに、うん、で、まあ、ここの部分が2箇所くらいで、はい、あ、2箇所 で、うん、でこっちももう反対側からわざと両方ともいけるように少し切り込みを入れて、であとはこのままこうやって落とす、何しろ落とす、落とす、うん、こうやってガンガンじゃなくて落とす。全然飛び散ってないです。美しい。ちょっと大きいなと思うときは刃先を押さえてザクザク切っていくと美しくみじん切りができちゃいます。みじん切りにした玉ねぎに醤油、お酢、おろし生姜、ごま油を入れていきますが、ここで美幸流激うまポイント。さあ、そして今回これを激うまにしてくれるのが鰹節。鰹節、はい、確かに鰹節ってスライスオニオンとかでもよくある組み合わせですけど、はい、す今回みじん切りにしたじゃないですか、はい、こういった万能ダレでも鰹節って合うんですか？意外にやっぱり鰹節ってさ使い切れなかったりもするじゃない。こういう万能ダレに旨味として入れられるとグッと美味しくなります。鰹節は玉ねぎが隠れちゃうくらいにたっぷりと入れてよく混ぜ合わせます。混ぜ混ぜタイムのスタートです。混ぜ混ぜ、ゆき先生もご一緒に混ぜ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 。どうしよう、私ラフがそんなこと言ってたらさどうしようとお店が明るくなるかもしれないです。みゆき先生も一緒にやっちゃいましょう。混ぜ混ぜって言ったらお玉かなんか持ってるね。混ぜ混ぜ鰹節あんなに結構入りましたけどやっぱり混ぜるとこう落ち着きますよね、うん、そうで結構しっかり混ぜて、もうもちろんこれ混ぜたてでもすぐ使えるんですが、おすすめはもうほんと半日ぐらいちょっと寝かせてからの方が美味しいです。寝かせていいんですか？もうこれね本当に冷蔵庫でもう3日4日全然持つので、で鰹節が入ってるからやっぱ旨味がもっと落ち着いてくるので、はい、お酢が入ってるじゃないですか、はい、時間が経つとシャキシャキになるんです。時間が経つ方がシャキシャキになるんですか？シャキシャキになるんです。不思議。混ぜ終わったら万能玉ねぎダレの完成です。今日ね1日経ったものもねちょっと用意したので、はい、これ玉ねぎの量とか同じですか？同じなんです。見た目全然違いますね。ちょっと食べ比べて。いいんですか、はい、食べ比べて。じゃあまずこの作りたての方から、はい、うん、うん、美味しいでしょ。玉ねぎの辛みも全く感じなくてすごく美味しいです。すごいね、なんだろう、やっぱりこの鰹節が入ると旨味が入るからめちゃめちゃ美味しくなるんですよ。
そしてみゆき先生が家で作ってきてくれた1日経ったものも試食させてもらいました。うん違うでしょ、全然違う。こっちの方が軽いです。なんか軽いこのシャクシャクっていう、そう軽やかなシャクシャク感、カツオの旨味の深みが増しました。私やっぱ1日経った方が好きかもしれないです。だよね、私もね、はい、やっぱ1日経った方がなんか楽しめるので、結構多めに作っておくと楽しいかなと思います。さあこの万能ダレを使って一気に3品作っちゃいます。まず、ちょっとしゃぶしゃぶ肉のサラダなんかのタレにいいんじゃないかなと思うので、今日はレタスとこの豚肉薄切りをしゃぶしゃぶしていきたいと思います。イエーイ、しゃぶしゃぶ、しゃぶしゃぶ大好きです。大丈夫、大丈夫です、大丈夫、大丈夫です。ではしゃぶしゃぶ、今日2つやるって言ったよね、だから肉より先に野菜からですね。まず野菜から、まず野菜からいきましょう、はい、お肉入れるとアクがねついちゃうからね。じゃあ先に野菜からいく。はい、はい、そこを早くやんなくていいよ、一気に入れちゃって、一気に、はい、一気に全部、そうじゃないと温度がバラバラになるから。わかりました。そうしたらもうすぐに、え、すぐもうレタスはもうすぐでいいです。はい、余熱で通るぐらいが一番ね美味しくてふわっと上がるので。火を通しすぎると水っぽくなるので、レタスはさっと揚げるのがポイントです。さあ続いてはお肉をしゃぶしゃぶしていきましょうね。はい、はい、肉のしゃぶしゃぶ、はい、いきまーす。しゃぶしゃぶはやっぱりこのまま茹でちゃうとお肉は硬くなります。なので火を止めてください。はい、でお箸で混ぜ混ぜしてください。お湯を、お湯を混ぜ混ぜ、え、この工程は、いや温度を少し落ち着かせたいんです。85度ぐらいが一番柔らかくなるので、さあここにお風呂に入れるようにお肉を一気に入れちゃっていいですよ。これもお風呂ですよ。はい、うん、いいんですね、この温度が下がった状態で。このままゆっくりこうやってゆっくり火が入っていくの で、はい、で全体的に火入りましたよね。そしたらいいんじゃない、はい、ここにもうこれだけでいいんですね。これが一番柔らかく、うん、ふわっと美味しくなるので。すごいお肉が自然にふわっと広がりましたよね。あ、いい感じじゃない、いい、ね、これをお皿に持っていきますよ。まずはレタス、その上にお肉を乗せるんですが、トップにどんどん上に上げてて、わかりました。こう盛り付けのコツですね。高さを出すためにはレタスで最初こう持っておくんですね。さあやりましょうか。すいません、お願いします。土台をしっかりした、ね、ベタッとするよりかふわっと上に上げていくような感じにしていってあげると、わー、お店で出てくるしゃぶしゃぶですね。きれい。仕上げにこちらの万能だれをかけちゃいます。おいしそう。続いてはかけるだけの簡単料理、どんどん作っていきますよ。お豆腐にかけて、え、それお豆腐にかけてめっちゃおいしいから、これだけで、これだけでもう十分、これだけでできちゃった。そして卵かけご飯、卵かけご飯に万能醤油の代わりにね、このままね、ふりかけみたいな感じでかけてもいいんですけど、今日は卵黄だけ乗っけようか。卵黄いける？やったことある？そのまま用意されちゃいましたか。いけるかな、卵黄を。パカッと、はい、綺麗なコップを入れて、あそしたらどうする？私服柔らかい。作りましたね。そうです。うわあ、すごい。さあ、万能だれ、そして料理3品完成です。いただきます。おいしい。このやっぱシャキシャキ感がアクセントになって、うまみが入るから、もう本当味付けはだってお酢と醤油だけなんだけど、やっぱり鰹節が入ることによってすごくうまみが。で意外にやっぱりさっぱりも食べれるんだけど、なんだろうこの重厚感もね。鰹節と玉ねぎのうまみがお肉にまとわりついて、はい、もう最高な状態になってます。結構粗い方がこの食感が出て美味しいよね。確かに、うん、ここはあえて粗みじんにすることで、うん、食感がいつまでも楽しめますよね。ちょっと卵かけご飯に入ってみて、あ、これ
卵かけご飯ですよ。もう何ランクアップしてるんですかこれ。まあ、見た目すごく豪華ですけど、乗せるだけですもんね、あとは。あー、最高です。またこの濃厚なチーズをね、卵のコクが相まってより味が深くなりました。玉ねぎの万能だれは何にでもね使えるので、あと唐揚げなんかにかけてもさっぱり食べれたりとか、お豆腐もねおすすめなので、お豆腐を、はい、うん、間違いない、うん、おいしい、わー、うん、最高。しおちゃん、今日のポイントは大丈夫ですか？任せてください、はい、味付けに鰹節を加えて旨味にアップ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 でね、元気よくいきましょう。